あのさ、うん、質問があるんだけど、うん、いつもインパクトゼロって言ってんじゃん、うん、やんなかったらどうなっちゃう？やんなかったら？やんなかったらやんなくてもインパクトのタイミングが合えばナイスショットが出ちゃうし、うん、ナイスショットが出ちゃうってことは勝手にインパクトゼロになってるってこと。あ、そう、やんなくても、うん、やろうとしなくても、うん、ゼロに戻ってきちゃうことはある。ある。でナイスショットが出ちゃうことがある。出ちゃうことがある。そう、だからなんで今ナイスショットが出ちゃったんだろうとか、うん、今ナイスショットが出たらどういう動きしてたのか分かんないナイスショットが出ちゃう理由が分かんない。そう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 、ナイスの理由が分からないっていうショットが出る、うん、意識してないとね、うんうんうん、だから俺は絶対意識するけど、言ってもインパクトゼロを意識してる方はまあまあまあ少ないと思う。うん、あとインパクトのタイミングを最初からもう自分からナイスショット狙いに行ってタイミングを取ってインパクトを迎えてる人も少ないと思う。その理由が動きを意識するから、やりたい動きがありすぎるから。はいはいはい、うん、タイミングよりも体をどう動かすかを考えちゃってる。そう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 、はい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 、だからその動きをしてクラブをボール当たるときにまっすぐ戻せるのかがつながんなきゃいけないんだね本当は。だけど動きを優先するとつながらないの、インパクトでつながりづらい、もう遅れちゃうんだよね、うん、だからナイスショットって出づらくなっちゃうんだよね。じゃあタイミングさえ合ってれば、うん、まあ、インパクトゾロ意識してなくても、うん、ナイスショットは打てるから。タイミング、いや全然打てる。あ、タイミングを意識するのがインパクトゼロなの。そう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 、イコールだから。そうで、無理やりって言い方おかしいけど、無理やりにしよう、無理やりインパクトゼロを作ることを練習する方法ももちろんある。ある、ある。だからそういう方法を取って練習したり、タイミングをインパクトに合わせれば勝手にインパクトゼロになるから、そのタイミングだけを練習する練習方法もある。うん、タイミングを合わせて打ってねっていう方が伝わりやすいのは伝わりやすいのかもしれないね。かもしれませんでした。でも、うん、そう、ああそうだね、そうだね、タイミング。ただインパクトゼロやってなくてもタイミング合うときあるもんね。そう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 、例えば動き一つにして、うん、じゃあこういう動きやりたいですって言って、うん、それをナイスショット出るまでやり続けるじゃない、うんうんうん、でもその動き優先として打ってて、うんうん、たまたまインパクトでタイミングがあってナイスショット出たら、うんうん、本当はその方ずっと継続して無理にその動きをやってるんだから、うん、合わないかもしれないのよ、うん、だけどタイミングあったら何しろって出んのよ、うん、したらよかったやり続けててこの球を待ってたんだよなんて思っちゃったら、うん、大変じゃない、大変、うん、そういうことは全然あるから。そういうことか。あるある、全然ある。でももしかしたらそのやろうとしてた動きをやめて、うん、タイミングだけ合わせようと思ってたら、うん、もっといっぱい出るかもしれない、ね、うん、あのいいショットが、うん、さっき登録言っちゃいましたね。いや本当これ言っちゃあれだけど、うん、楽だから、そっちの方が。あ、そっか。楽だし簡単、言っちゃえばタイミングだけだから。あ、そう、うん、要はじゃあタイミングとインパクトゼロイコールにしたら、うん、もうほんとそれだけだから。そうだよ、タイミングを、合う確率を高めるためにインパクトゼロやりなさいよって言ってるから。そう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 、何でも多分タイミング、球技ってタイミングって大事じゃない。大事。だってさ、ネクストバッターズサークルでさ、こう前の打者のボールさ、こうやってタイミング取ってるじゃない。ああいうのとかもさ、やっぱりタイミングを合わせるじゃない。そうだね、うん、ああいうのって大事だよね。全部その瞬間だよね、多分。あれだってバスケだってボールを触る瞬間のに疲れるもん、ね、そう、そこのタイミングに合わせてるじゃん。そうだね、うん、もちろんゴルフもそうだし、うん、だ踏み込むタイミングとかもあるけど、踏み込んだところでクラブがそのタイミングに合ってなかったら意味ないじゃない。そう、踏み込んでこうやってなってたらダメじゃん。そう、だからどこで踏み込むのっていうことじゃん。で、踏み込んでクラブはどこにあるのかってことを考えないといけないから、だから最優先はここなんだよね、ヘッド。そう、ヘッドのある位置のタイミングを自分でこう操んないとナイスショットは打てない。そう、でもね、俺インパクトゼロっていうかインパクトでこうバチってなるやつ、それを意識しないで打ったことない。意識しないとどうなるか分かんないんだ本当は。分かんない、分かんないよね。意識 しなかったことないんじゃん。そう、だから本当に小学校の時から
お前は振り遅れるんだからって言われてきたから、うんうん、もうその頃からこうやって合わせることしかやってないから、だから記憶の中で意識しなかったことがない、うん、ないんだ、うん、これなんだね。だから本当これしか考えてないの、うん、そうだからその何スイングがインサイドとかアウトサイドとか、うん、そんなことってどうでもいいの、関係ないから。そう、それは気にしたことあるの？あんまりないの？あまりにこうひどい時は気にしたことあるけど、うん、でも別にインパクトあってたら、あの真ん中に戻ってくる曲がりの球が出るだけだから、あ無害と思ってるから、はい、全然別にそこまで大きくは気にしない。そもそもストレートボールだけ打とうとしてたわけじゃないから気にならなかったのかもしれないけど、そんなのどうでもよくないっていう感じ。それよりタイミング合ってれば飛ぶから、そうだから、そのタイミングに合うシャフトを選べばもっと飛ぶから。そっちだよね、タイミングなの。そうだからシャフトもそう、そうタイミングが合うシャフト、そう一番感じてるのトール君なんですよ。そうこのシャフトと前トール君がシダクラブを買ってきたシャフトとで全然違うっていう結果を自分で示してるんで、そう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 、それもタイミング、うん、だそれと自分のタイミング合わさったらマックスの飛距離だから、そう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 、タイミング以外ないんじゃないかな。これからあれだね、タイミングゼロ理論だね。変える？タイミングゼロの意味はゼロが何なのか知ってるから。前のやつからね取ってきてね。うん、そうだからパターンもよ。パターンタイミング、うん、全然タイミング、パターとアプローチもタイミングだから、うん、頭の中のじゃあそのあれかアプローチとオンが合ってなかったらそうダメ、絶対当たんない。なんかこうパンパンって架空の音あるじゃない、それに合ってるかどうかだから。そう何ヤードはこれぐらいのスイングの大体大きさで振るなっていう大きさあるじゃない、うん、そこでここでなるだろうなっていうところで実際に当たってなかったらナイスショットは出ない。そうこれ別な話になっちゃうんだけど、アプローチもパターも、うん、あの言ったじゃない、タイミングだって、うん、アプローチでよくミスしないようにって言ってこうやってこういうストロークしちゃう方がいるのよ。要はちゃんとラインを出したいから来てると思うんだけど、マレットパターみたいにこうやってまっすぐまっすぐ打ちすぎちゃう。そうアプローチもショットだからヘッドでボールに当てないとこうやってダメなんだよ。そうなのにこういう動きに近い動きゾーンすぎちゃう、うん、そうやって打ってる方もいるから、それはやっぱ良くないよね、うん、ちゃんとこうポンってヒットしてあげないといけない、うん、だからヒットするには絶対タイミングだから、うん、パターンもそうやっぱりこうヒットしなきゃいけないからタイミングが合わないと本当に50センチでも外れる、うん、前も言った要は振り遅れよね、タイミングに遅れてるわけだから、うん、だからインパクトゼロを意識しなかったことはない。ビスイングより大事かもしれないタイミングって。そうだよね、うん、美しいスイングしてもナイスショットとは関係ない、うん、ただタイミングはナイスショットともう直接関係してるから、うん、それはね、うん、大事だと思いますねじゃなくてめっちゃ大事。うん、とにかくタイミング合わせて打ってみたらいい球出るかもしれないね。出る、タイミングだけ合わせてちょっと 打とうか、うん、それが合わせなんだから適当でいい、適当なショットでいい、めっちゃナイスショットでしょ。そうだね、うん、そう、そうストレートボールは出る、全然出る、飛距離も変わんない、自分の打ちたい力加減あるじゃない、その力の配分でタイミングを合わせてるから距離は絶対変わらない、うん、もちろんアドレスに悩んでます、スイングに悩んでますとかってあるじゃない、その方に少しでも手助けと思っていろいろ動画ワンナップで撮ってきたけど、それよりもタイミングの方が大事だって、今あんなゆるゆるで猫背で、そうタイミングがあってれば関係なくなっちゃうことの方が多いんだよね。そうだ、そこを気をつけて練習することはもう絶対大事なこと、うん、
今すぐやってもらいたいぐらいのポイントだよね、うん、でも布団叩きとかもそうだと思うけどね、タイミングこうパンパンパンって、だから一番しなって一番力が出るところで叩くわけじゃない、叩きたいでしょ、叩きたいけどさ、たまにさ、うん、いい音なんない時あるよね、布団叩き、そうあれさ合ってないんだもんね、合ってない合ってない、角度も合ってないじゃない、ゼロじゃないんじゃない、そう多分ゼロじゃない、そうね、だから振り遅れてんだ布団叩きで、そうよだからこう拍手もそうじゃん、一番音が鳴る角度と合わせるとこで、そうそうだね、そう、それと一緒、あれも絶対角度とゼロだから、そうだね、そうだから階段踏み外すのは奥振り遅れてるから、振り遅れてる、そうだからガクンってなるじゃん、なる、自分が思う足を飛んだ、そうそう思い込んでるだけだから、そうだね、そう振り遅れてる、そうキャンプ振り遅れた全部でもそれに近いものは絶対あると思わない、ああね、ああ思い込みもあるし、そうだからそれよりも見てる方を優先してるからこっちのタイミングが合わないじゃんそうだから優先する順位がもちろんあって、タイミングが一番だったらそのタイミングを意識するからちゃんと踏むじゃない、うん、そう、そうするとミスの確率は少ないじゃない、そう、そうなんだよ、いい音になんない時あるもん、あるでしょ、あれ、あれ、あれやっぱパーンってなった時って気持ちいいじゃない、そう、振り遅れてたんだ、たまに何年だなこうなってないんだね、こうなってるんだね、ああ、それじゃあミスっていう時あるから、あるでしょ、全然ダメだよ、鈍い音パーンってなんないってさ、やっぱこう乾いたパンと音したいじゃない、ああ絶対あるって、そういうことだよ、うん、だから俺テニスバドミントンは詳しく真剣にやったことないからあれだけど、ちょっと遠めのシャトルと球をパンって打つ時のこの感じとか俺もうめっちゃ大好きだからもうああいうインパクトしたいなっていつも見て思う、そうなんかこうやって打つのもあるけど写真とかでね、そうあーローボール打ちたいのかなって、それゴルフにつなげちゃうんだけどね、まあ、それとは別でこう遠くのこういう球とかシャトルとか打つときめっちゃいいインパクトだなと思うもんね、だそういうタイミングをこうパッて合わせるとかああいうのってやっぱり大事よね、ってことでインパクトゼロは絶対意識して打ってます、はい、なんで皆さんも練習場行った時にインパクトのボールに当たるタイミングをですね意識していただいて、自分の理想のタイミングに実際のクラブヘッドを振った時に合うように練習をすること、ナイスショットを打つことが優先じゃないので、タイミングを合わせればご褒美にナイスショットが出るので、タイミングを優先して打ってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。